こちらでしょうか。あ、これこれ。どうもね。はい。僕の目には妙にはっきり見えてしまうものがある。残念ながら運命の恋人とかではない。多分おそらく死人だろう。私の運命だ、君が。メガネ外すんですか？目が悪いのに。失礼しました。三角くん？ミカドです。ミカドくん、君みたいな人物に偶然出会えるとは、これは運命の出会いですよ。は？君の力だってこんなにはっきり見えます。いきなりでごめんなさい。何今の。なんかめちゃくちゃ気持ちよく。最高。運命ってあるんですね。いやー、霊って本当にいるんですね。しかし冷川先生、除霊ってのはどうやるんです？先生なんてよしてください。まあ私の場合、掴んでぶん投げる能力って言いますか。ぶん投げ。あ、ミカド君起きた？いやーほら、うちの店ずっと霊が出るって噂、ちょっと深刻だったじゃない。だから、あ、起き上がって話さない？いや、気絶したのとか初めてなんで、起きるとか全然無理っすね。気絶するほど気持ちよかったですか？あれは君の魂的なものに直接触った。それをブースターにしてぶん投げた。魂が触れ合うと気持ちいいんだ。しかもなんと触れてみたところ、君と私の相性は最高。運命。インチキだろ。君は自分が今まで見てきたものを否定する？ミカド君、霊感あったの？なんで言ってくれなかったの？いや店長、俺見えるだけっていうか、じゃなくていつか脳の検査に行こうと。ミカド君、これは運命ですよ。ですから店長さん。あ、はい。ミカド君を私にください。助手が欲しい。何の？さっきの作業をね、一人でやるととても疲れるんです。だから君のような才能の持ち主に出会えたことは誇張ではなく運命と思います。本当に。変な触り方すんな。どう変？動けない。そう。でもまだ確信には触れてません。確信？魂的なもの、君という存在の確信。触ってほしい？ふざけるなよ。冷川さんっつったっけ？はい。正直に言うけどな、俺は怖いんだよ。メガネ外してんのもあれに近寄んないためだ。他のものがぼやけて見える中で、あれだけはっきり見える。区別できる。区別できたら逃げられる。怖いんだよ。話せ。ミカド君、君、私といれば怖くなくなりますよ。堀書店の山井です。おはようございます。実はですね、冷川さんからちょっと頼まれまして、今日の13時に足ヶ谷まで来てほしいとのことで、ミカド君の今日のシフトはお休みです。ああ、クビではないからね、やめないでね。ではメールも見てください。は？大きな声ではあれなんですが、数年前に自殺者さんがありましてね、
まあその後もちょっと。ああいうの困るんすけど、働きにくくなるんで。ここはね、いわゆる事故物件です。俺関係ないよね。でも来た。靴脱いでくださいね。やっぱこう呪いみたいなたたりみたいなもんがあるんですかな。ああそういうものではないんですよ。資源再生サイクルに乗れなくて、あるべきでない場所にエネルギーが滞ってるというか。ああいるじゃん。いるね。君に触れてると本当にはっきり見える。それじゃああとはお任せして。ミカド君、ちょっとそのまま話さないで。いや俺やっぱ無理。君の目はすごい。いや怖いって。ちょっと抜けて。大丈夫、ゆっくりやるから気持ちいいはず。私はすごくいい。立ってない。不思議。気持ちいいのは体じゃないから。ああ君本当すごいですよ。っていうかあれなんか動いてない。ああこっちに呼んだから今。なんでそんなことすんだよ。触れる距離にいないとぶん投げれないでしょ。こっちから行く。やだ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 、すげえやだ。なんでだよ。君賑やかですね。だって超怖いもん。もうちょっと感覚に集中して。そろそろ触ります。確信。怖ければ目を閉じてください。見えているものを見ない方が怖い。君最高。ぶん投げたね。見てごらん、綺麗綺麗。それってこんなにエロくていいの。気持ちよかった。ねえ知ってる、霊現象が起きた時にはエロいことを考えるといいらしいよ。霊が人間の生命力に当てられて逃げるからなんだって。という俗説をインターネットで見て以来、私は自分の感覚を正当化することに迷わなくなりました。報酬いくら。君の分は118,000円 ×4÷3 です。週3来てくれればいいですよ。はい。物件鑑定、特殊清掃。間違ってないですよ。例の要素は。そんな怪しいこと書いてあっても誰も信じないでしょう。お茶入れてください。はい。じゃあやるよ。はい。今回も気持ちよかったでしょ。溜まってたはずの性欲が消え去ってて怖い。つうか禁欲はともかく、なんで除霊前に肉と酒まで控えなきゃなんないの。やった後疲れにくくなるんですよ。ネット情報ですけど。マジか。マジです。だからこうして終わった後にステーキご馳走してるんです。労働の後の肉はうまいでしょ。どうです、怖くなくなりそうですか。わかんない、生きてる人間の方がよっぽど怖いかも。ありきたりな答えですね。だってあの状況で料金値切ろうとするんだぜ。あの5分で終わりましたよね。料金って安くならないんですか。なりません。絶対なりません。
すみません、お冷やください。すごい、超能力ですか？何言ってんすか、ただの空気読みでしょう。こんな空気読みしなきゃなんない時があるでしょ。結構自分しか見えてなかったって時に。ああそうですか、なるほど。冷川さんってちょっと日本語変だよな、外国育ち？ああ、それは私ももともと全くおしゃべりな人間ではないので。一人目、三山さやかの耳、右上腕、胴体。二人目、岡田彩の首、右前腕、右肩、左肩。三人目、川村英子の右上体、左上体、手足。犯人の男が自殺したバラバラ殺人ですよね。1年くらい前ですか。そう、1年経っても見つからない。合わせて1人分の遺体の部分が。探してほしい。かわいそうだろ。3人は同じ会社で働いていたが面識はなかった。遺体が見つかった経緯聞きたいか？いいえ。あ、そう。3人立て続けに行方不明になって、しばらくしてバラバラにされた体の一部が見つかった。写真見たければあるけど。いいえ。あ、そう。まず3人それぞれと交際があった人事部の男が疑われた。でも逮捕されたのは会社近くのコンビニ店員だった。自宅の風呂場で作業していて証拠もずらり。だがな、俺の見立てじゃコンビニ店員はストーカーでもなけりゃ殺し屋でもねえ、つまんねえ野郎なんだよ。証拠は決定的、自供あり、人事の男との面識なし、前歴なし、合わせて一人分の遺体が不明だが、隠しておける知恵も見受けられず、交流中に首を吊って自殺。なんだそれ。それで遺体が1年も見つかってねえときた。あの、俺お腹痛いかも。やってくれるだろう。コンビニ店員の自宅には入れるようにしといた。何？この坊ちゃんもなんかあんの？ええ、彼すごく目がいいんですよ。ここだ、風呂場。ミカド君、こっち来て。大丈夫、何もいないから。いや、もう全然大丈夫ねえよ。ジョバ？てかこれ除霊じゃねえじゃん。警察に恩売っとくといいですよ。人死んでんでしょ、ここで。人なんてどこででも死んでますよ。ない、うん、いないいない、はあ、言ったでしょ。なあ、探すってさ、どうやんの？警察犬じゃないんだぜ。遺体の一部なんか探せるかよ。しかも1年前の。うん、あのね、これまでは一方的に入り込んで君の感覚に私の方を同調させる感じだったんだけど、君をもう少し引きずり出して私の感覚を共有してもらう。へえ、なんでそんなちょっと楽しそうなの？これね、私もすごく気持ちいいんですよ。ちょ、いい？いいよね。入るよ。いつもと違うでしょ？怖えんだけど。何が？あんたが何か聞こえる。耳は私の方がいい。日浦エリカに騙された。こうやって探す。感覚を共有して研ぎ澄ます。噛んだり舐めたりする必要性は？興奮してつい。何それ怖い。この調子で他の現場も回って情報を集めましょう。
何度もやんの？なんか最近あれとの距離が近くなってる気がする。ここで間違いねえのか？そう言ってました。あの多分被害者が化け物じみてんな。ま、化け物の方が人間よりマシってこともあらな。帝君、繋がっていった方がいい。その方が君は怖くない。なあ、あの日浦エリカって名前ってさ、半沢さんに言わねえの？言いますよ。でも多分取り合わない。初めてじゃないんです。それってどういう？まあ、まずは探し物です。うわ、汚ねえよな。あ？なんだ坊ちゃん、首根っこつかまれて逃げ出したか？彼の勤務形態です。日本語おかしい。日本語よし、どう探せばいい？帝君、うす、よく見て。私は聞きます。それを共有する。そう、何かいるね。ボイラー室。お、なんかそれ危な。大丈夫、あの人霊感ゼロだから。霊感ゼロでもなんかバチ当たりにはバチが当たるもんじゃねえの？あの人は決定的に自分の目で確かめたことしか信じません。信じないものはその人に作用できない。一年も探させやがって。大丈夫、息して深く。全然大丈夫ねえよ。っていうかあれ何？君にはいつももっと人間の形に見えてるね。え、俺なの？あんたにはああ見えてんのかよ。っていうか俺みたいな怖がりがあんな死体、 あんなの見てこんな冷静なんておかしい。ええ、ええ、はい、よろしく。発見した清掃業者二人の聴取は私が。はい。大丈夫か、坊ちゃん。私といたら怖くなくなると言いました。おい、坊ちゃん。黙って鼻から深く息吸え。いやか、手離せ。今話したら彼は吐きます。他人のゲロなんざ慣れてる。話せ。つって相手。そう、大丈夫だ。うん、矢川、入るな。よくできてる。部品の元の人選は理不尽であればあるほど有効。道具が出来上がった後は標的にお前を呪ったと告げるだけでいい。呪い？何す？日浦エリカか。そんなしょうもねえもんが毎日実在したとして警察の領域じゃねえな。事件に関係ない名前は捜査できねえんだよ。依頼されない限り私の領域でもない。かわいそうに。ちっ、思ってもねえこと。僕の目にあれが見えるということは、僕の頭がただおかしいのでないのなら、かつては生きて死んだ人物がいたということだ。ただの人間が、かつては。人なんてどこででも死んでますよ。僕にはわからない。お、大丈夫か？ああ、
入っちまえ入っちまえ、もうすぐ車両が来るから。昨年の4月に女性3人が殺害され勾留中の容疑者が自殺した事件の遺体の一部が町和市の廃屋から発見されました。遺族はせめてもの慰めにはなる。かつては生きて、そして死んだ。化け物だったわけじゃない。化け物じみてんな。人間だ。コウスケン、ちょっと手伝って。なんすか。通帳がね、戸棚の裏に入っちゃったのよ。手入んねえの。母さん、定規とかでやればいいんじゃね。はあ。とはいえ、怖いものは怖い。だってから見えるその景色と、私から見えるこの景色が街に合うことで輝いてく。暗闇の扉を貫いたあなたから見えるその意識と、誰かが笑う影が見えても思いを止める術はないよと、願いや定めを掴んだのさ。感情も運命も一切の愛情さえも心の奥を灯せ。ヤブハシってどちらの方か分かりますか？迷っちゃって。ヤブハシ？一息だけど電車乗っちゃった方がいいんじゃないかしら。え、本当ですか？なんか駅員さんに歩けるって言われて。あら、東西線で一つよ。ああ、残高少なくて。っていうかごめんなさい、引き止めちゃって。ああ、全然。あれね、皇居沿いに北に歩けばいいのよ。北っていうことは左手に皇居見て歩けばいいんですね。呪われて死ぬ、呪われて死ぬ。